ただのサネカズラ文政8年6月26日は、江戸時代中期、後期の女流文学者で、国学者。父の影響で、乱学的知見にも通じ、時に、文明批評家や女性思想家と評されることもある。赤い造風節光の筆者、工藤平介の娘で、別語は、あや女。本名は、工藤綾子、または単にあや。工藤サネカズラ、さねかずら子。 サネカズラの王とも称される。ただのは、今回の聖。特本の王やとして知られる、極帝馬琴とも信仰があった。馬琴に批評を頼んだ、経営世論、独行、俗語体を駆使して、王子を、生き生きと語った、随筆、昔話、生まれ育った江戸を離れて、仙台に貸してからの生活を綴った、道の国記など、多数の著作がある。ただのサネカズラこと、 工藤綾子は、法歴十三年、仙台藩江戸上屋敷に近い江戸築地で生まれた。父は、仙台藩江戸詰めの医師であった、工藤周安、母は同じく、仙台藩医の桑原隆朝の長女優。綾子の上に、生後間もなく死去した子がいたが、実質的には七人兄弟の長女として育った。サネカズラの筆名は、両親が七人の子供たちを、 秋の七草の名にちなんで故障していたことに由来し、四十歳頃から、自ら用いるようになったものである。祖父、工藤常安は、仙台藩第五代藩主だって吉村が、官報三年に、江戸品川袖が先に隠居するにあたり、その地位として三百国で召し抱えられた。父平助は、紀州藩江戸詰めの一種長井大安の三男であったが、 延郷三年頃竹庵の養子となった。祖父竹庵は、名医として知られていたばかりでなく、学問、家道書道を呼び、武芸百般に通じ、江戸開拓論者の並川天民から情報を得ており、また、蓄財も巧みであったと言われる。竹庵は、あや子が生まれる八年前に没している。母方の祖父は、仙台藩医桑原隆朝女明で、 原文5年に200国で、仙台藩に召し抱えられ、第6代藩主立達集村の時、400国に、加増された。ジョアキラの妻、桑原ヤ代子は、うつほ物語の記念を考察し、安永年間に研究書、うつほ物語校を表すほどの高い教養の持ち主であり、両親に厳しい家庭教育を施された、綾子の母も、また、古今ん歌集。 新古今和歌集、伊勢物語などを暗唱し、山和物語も繰り返し読むなど古典文学に造形の深い女性であった。なお、母の弟、桑原隆朝純の娘で、綾子からは十枚に当たる桑原真は、井の忠孝の五歳となっている。葛の葉と、花綾子には、弟二人と妹四人がいた。兄弟は、七草の以下の草花に例えられた。 静子、つね子、合子の年齢は不詳ながら、長安と静子、静子とつね子、合子と照子は年齢が近かったと推定される。あや子は兄弟の中で最も体が丈夫であり、また、祖母にあたる平助の養母園は、夫竹安より23歳も若く、当生風の陽気な人柄で、あや子を秘蔵っ子として、可愛がったという。父、工藤平助が上書いた。 海国兵団の著者、林志平少女時代の綾子は大変富裕な家庭に育った。祖父、工藤上安は、法歴元年、主君立吉村正居の際、願い出て、判定外に屋敷を構えることを許され、天馬町に借地して二軒間,間口の広い玄関を持つ、家を建てた。父平助もまた、結婚後築地に邸宅を構えた。築地の工藤家には、 患者となった数多くの大名やその藩士、伊達家中の人々、桂川補修や前の両宅、大月玄宅をはじめとする著名な蘭学者、姉が、伊達隆史村の側室に上がった縁で、仙台藩士となった、林志平、尊皇思想家、高山被告郎、藩学の流れを組む土佐の儒者で、国学者の谷吉井、国学者で歌人でもあった、村田春海など、 多数の文人仏閣が出入りした。長崎で幕府のオランダ語通詞を務めていた、吉尾光牛もオランダ商官長の江戸散布に、随行した際にはしばしば、駆動家を訪れた。その他、当時人気の歌舞伎役者や教閣と呼ばれた人々、芸者や奉還さえ出入りしていたという。平助は、判明により、家幣の鋳造や、薬草調査、 さらに一時期、藩の財政も担当し、オランダ語は習得しなかったものの蘭学や西洋医学、本草学にも通じ、長崎文物商売、海外情報の収集、訴訟の弁護、天国なども手掛ける祭人であった。サネカズラが後年に表した、昔話には、芝の増上寺と築地本願寺で競争があった際、本願寺門跡が、 天下一の才という平助の評判を聞き、応援を頼んだ逸話が記されている。平助は、優れた医師として、また、その広い視野や高い見識で、全国的に名が知られ、綾子の生まれ育った頃には、平助の私塾、番坑道には遠く、長崎やまさからも、弟子入りのため来訪した者が少なくなかった。江戸地からも、 裁判などで平助の知恵を借りようと頼る者が訪れ、平助は彼らから北方事情や蝦夷地での交易の様子、ロシア勢力の南下等について詳細に知ることができた。また、長崎の吉尾公牛やその演者からは、オランダの文物が送り届けられることも多く、平助はそれを、ランク世代名や富裕な商人に販売して、財を成した一方、ロシアも含めた。 西洋事情一般にも通じるようになった。判定外に居宅を構え、法外の人でもあった平助は、各藩の事情や、地方の事情、また、世界情勢にも明るく、綾子は、こうした、得意な空間の中で、少女時代を送った。綾子は、母から家庭で古典の手ほどきを受けたものと思われる。8歳の頃、カダノマロの名のカダ倉庫から、 古今和歌集を習っているが、読み癖を直してもらうことが目的だったというから、それ以前にあや子は古今和歌集を読んでいたことになる。あや子は再起にあふれ、また、父、平助を修正深く敬慕していたが、この頃儒学や漢籍を正式に学ぶことを、父から止められている。女が、博士ぶるのは良くないというのが、その理由であった。名は八年九歳の時、 自分こそ、世の中の、女の本となろうと決心した。後に彼女は、辞書独子の冒頭で、幼い時から人の駅になろうと考え続けてきた、ものの何をすれば良いのかわからなかったが、ふと思いついた目標がそれであったと説明している。綾子はまた、10歳の時、名和の大化の惨事を経験した。 その後の物価闘機によりさらに生活に苦しむ人々を見て、気憤を感じ、これを契機に、完璧に言う、形成催眠とは何かを考えるようになったという。さらに、独考には、13歳か14歳の頃、母方の祖母、桑原彌子が、寺の法上の導きにより悟りを開いたという話を、聞き、自らも何とか悟りたいと願ったものの両親には、 一生に付されたという逸話も記されている。仙台藩江戸上屋敷のあったところに立つ新橋の日本テレビタワーあや子は若くして国文若に優れ、書道も昇華道流を良くした。15歳頃から演談の話も出てきたが、祖母、と母いずれも消極的であった。特に母は義母縁も実母や横も奥勤めの経験があったのに対し、 自らは、その経験がなかったことに引け目を感じており、また、当時の結婚生活が、女性には負担の大きいものであったことなどから、壮婚には反対で、綾子には、屋女中方向を勧めた。こうして安永7年9月、16歳で、仙台藩城屋敷での奉公が始まり、七代藩主、伊達十村夫人この絵師と死後に仕えることとなった。 彼女のこの時期の記録はほとんど残っていないが、後に自分に、購買はないものと考えて、懸命に努めたこと、また、町屋から勤めに上がった者たちの話で、町人がいかに武家を憎んでいるかを知り、封建身分相互の間には埋めがたい、対立のあることに気づいて驚愕したことなどを、記している。天命三年、選ばれて、 重村の即女、戦士の突撃先彦根藩伊赤宮敷に移ることとなった。いいただし富と伊達戦士の縁談を取り持ったのは、時の権力者、田沼をきつ継であったという。これに前後して、父平助は、天明元年4月に赤江像風雪公下館を、天明3年には、道場巻を含めてすべて完成させた。密貿易を防ぐ方策を説いた。 報告ことを、老中、田沼をきつぐに提出したのは、天明三年のことであった。これらの情報は、正木藩藩士、前田玄丹、正木藩艦上奉行、港現在門、長崎通事、吉尾高牛らより集めたものである。天明四年には、平助は、江戸幕府艦上奉行、 松本周持に対して赤江戸風雪港の内容を詳しく説明し、松本はこれをもとに、江戸地調査の伺い書きを幕府に提出した。これにより、父、工藤平介はいずれ、江戸奉行に抜擢され、幕府の直進になるという噂が流れた。天命二年か三年頃、平介は綾子に対し、お前は、結婚的霊気ではあるが、 自分はこの先どれだけ出世するかわからず、今結婚すると妹たちの方が高い価格の人との縁談に恵まれることも出てくるので、今少し辛抱して奥勤めを続けるようにと、悟されたという。平介や松本周持ちの努力の甲斐あって、天明5年には、田沼政権の元江戸地調査隊が派遣された。神田沼の旧先法であった、松平定信天明年は、 駆動家にとって災難の重なった年であった。国元は前年からの強作で犯罪性は厳しさを増した。2月には平助の後継者として育てられてきた上の弟長安が火災後の仮住まいにおいて22歳で没した。幼い頃から理髪で資料深く将来を嘱望されていたが病弱であった。8月には重大将軍。 徳川家春の政挙がきっかけとなり、平助の江戸地開発計画に耳を傾けてきた田沼をキツグが失脚し、10月、幕府は第二次江戸地調査の中止を決定した。これにより、平助が江戸奉行等として出世する見込みは全くなくなった。田沼のライバル松平定信の政策は、江戸地を未開発の状態に留めておくことがむしろ、 国防上安全だという考えに基づいていた。築地の駆動亭は天明4年に消失してしまうが、その後、築地側向きに着地して、家を建て始めた。しかし、世話する人に預けた金を使い込まれてしまい、不審は途中で頓挫した。そうした中、天明7年の倹約令の影響で景気も急速に冷え込んだため、家の新築は見通しが立たなくなった。 この後、日本橋浜町に住む幕府を抱えの医師、木村守春が平介に同居を持ちかけたので、工藤一家はここに住むことになった。2月、綾子の良き相談相手であった、祖母縁が、浜町宅で死去している。同じ年の7月11日には、戦士の夫、井井正富が、病のため28歳で急死した。 最後の手当に呼ばれて調剤した薬を差し上げたのが、平助だったため家中での評判が悪くなり、綾子も提発した、戦士の傍らで使えるのが心苦しくなったので、天命8年3月、身を引くべきと聞き足りぬと覚悟して、病気を理由に努めを辞した。彼女の方向は、仙台繁盛屋敷5年、彦根繁盛屋敷5年の、経営10年に及んだ。 奥ずとめを辞した彼女は、浜町の借宅に帰った。当時の浜町は、遊んで暮らすには、江戸一番と呼ばれる土地柄で、周囲には、名所旧跡が多かった。この家からは、静子が、津軽藩家臣、雨の森賢主のもとに貸している。完成元年5月、工藤一家は、日本橋スキア町に転居した。地主は、国学者で歌人の三島時間であった。 この年の冬、綾子は平助より、かねて婚意としている。磯田東助が、東助のいとこにあたる坂井家,家臣と彼女との縁談を、世話すると言っているので嫁に行けと言われ、綾子は父に従った。27歳になっていた。この結婚は、惨憺たる結果であった。相手は、かなりの老人であり、夫として初めて口にした言葉が、俺は高々かか5年ばかりも生きるなるべし。 頼むは、後のことなりだという。これが、自分の一生を託す夫であり、自分の残りの人生かと思うと情けなく、泣いてばかりいたあや子は、結局実家に戻された。また、境家中では、伊て騒動の因縁から、仙台藩を悪く痛がる風潮があり、それもあや子にとっては苦痛であった。さらに、縁談を進める、祭の父、平助の、先は、 老年と聞きが、そちらも、年取りしことの言葉も、彼女を傷つけた。天命9年に、大黒や高田優が描いたとされる、日本地図離縁した綾子が、月屋町に戻った頃より次第に、母が、病がちとなり、綾子は母になり変わって、定前の世話をするようになった。完成2年、三女つね子が、加説史に嫁いだ。 同年、アの森家へとついで一死を産んでいた次女の静子が病んで衰弱したのを知り、駆動家で治療のため引き取ったところ、数日の後母してしまう出来事があった。綾子は、静子の苦労続きの結婚生活を知り、アの森家の仕打ちに憤慨している。完成4年、30歳の時母が亡くなった。末野テルコはこの時まだ7歳であった。弟のゲン郎は、 工藤家の家徳を継ぐべく修行中の身であったが、綾子とは大人同士の会話を楽しめる19歳の若者に成長していた。父からは漢学の学習を禁じられた綾子であったが、源子郎からは四書の手ほどきを受けている。年は離れていたが、二人は互いの学識や工学心に敬意を払い、互いに理解し合える仲の良い指定であった。また、 地主の三島時間とは、国学や家分を共通の関心事として、個人的な交流があり、二人はしばしば手紙を、やり取りすることもあった。完成5年、父、工藤平介は弟子にあたる正木き範囲米田元にを、通じて、ロシア施設、アダム・ラクスマンのネムロ・ライコと共に帰国した、大黒屋光ーダ優から米田が直接聞いた。 広大雄の大剣団やロシア情報などを知る機会を得た。この後、平助は、九道万公聞き書きとして、その情報をまとめた。父の傍らにあった彼女は、これらの情報に触れたと思われる。大月玄卓により寄せられた、九道平助旧音袖歴助完成九年二月、父、九道平助は、遺書、旧音袖歴を表し、七月には、西村の次男で、 生後10ヶ月の徳三郎が、熱病のため渋滞に陥った者の平助の治療により、一命を取り留めた。完成9年、35歳の綾子は、仙台藩の上級家臣で当時江戸藩頭の忠野、幸吉と再婚することとなった。忠野家は、伊達屋中において、木座と呼ばれる家柄で、道の区国神軍中庭に1200国の地行地を、持つ大見であった。 夫となる、ただの幸吉は、西村の生死、松千代の守り役を一旦仰せかったが、完成8年8月の西村の妖精により、守り役を免じられ、同じ月に、妻を失っていた。幸吉は、神道家、蔵書家で、多賀城妃の交渉でも知られる、塩釜神社の神官藤塚式部や、監視や書画を良くする仙台城下随宝寺の僧、古良商品など、 仙台藩の知識人とも交流のあった、読書人であり、父平助とも親しかった。かねてより平助は、原子郎元助の後ろ盾として、娘のうちのいずれかが、仙台藩の大見の家にかすることを希望しており、この頃より、平助も体調が思わしくなくなったため、綾子は、工藤家のためただの雪吉との結婚を承諾した。彼女は雪吉に、書き起こす人しなければ、 渦ずみの見わいたずらにキエントスランという和歌を送り、安に雪吉川からの承諾を促している。雪吉は、幼い松千代が九代藩主立て収集となったため、その守り役を説かれ、江戸ただ沈めを免じられていた。一旦江戸に招き寄せた家族も、急遽仙台に返している。したがって雪吉との結婚は、綾子の仙台行きを意味していた。なお、後に、 末妹のテルコが仙台の中目家にとついでいる。完成9年9月10日、あや子は仙台へ旅立った。この時の心境を彼女は20年後に振り返って友を捨て父兄弟の別れ楽しみを立ちて道のくの旅に赴きたりし、各思い立ちし始めより父に得したいにしあれば潔くまた返すぞと思い取りて35歳を一気ぞと。 諦め、二度帰らぬ旅立ちも、死での道には勝りけりと異ならず思い、と述べており、悲壮な決意であったことを記している。また、結婚直後に、綾子が雪よしに宛てた手紙が残っており、この中で、くれぐれも、駆動家への配慮を願っており、これよりは幾久しくご奉公申し上げこうの言葉も、綴られている。八年後、綾子は父平介の思いを、は、 四季八君が巫女とかふらばびにもお水にも入らんと、思えひしおの歌で言い表しており、父の言葉であれば家中、水中に入ることも辞さなかったと歌っている。仙台行きには、夫、ただの幸吉は、職務の都合により同行できず、弟源志郎が付き添った。仙台ただの家に到着したのは9月22日で、屋敷は仙台城二の丸近くの元長せ倉仙坂にあった。 仙台城大手門住屋グラサネカズラの成果、工藤家とは、親戚同様の交際があった、大月玄卓の銅像ただの家では、雪吉の老母、おば、兄弟、息子たちが揃って待機しており、彼女とにぎにぎしい対面を果たした。これ以後、綾子は、終生仙台で暮らすこととなる。雪吉には、仙妻との間の男子三人がいた。十四歳の獅子、忠の春、 次男吉吉、三男吉作であった。他に四男に当たる養子がいた。雪吉は、翌完成十年二月に、仙台に帰り、完成十一年には、獅子吉春を伴って再び江戸に旅立った。このように、雪吉はその後も、職務の性格上一年おきに江戸と仙台を往復する生活を送った。雪吉が仙台に戻った際には、綾子に、 江戸の様子を、こまごまと話して聞かせた。雪吉は、綾子の影響で和歌を読むようになり、彼女も次第に、雪吉に対し深い愛情を抱くようになった。また、仙台の屋敷に残った子供たちもよくなっついた。完成10年には、桑原淳と思われるおじより、多数の書籍が送られており、その中の鴨の間口の著作、言葉物草に大変感銘を受けている。 この頃より綾子は一層熱を入れて、本格的に国学関係の本を読むようになったと思われる。同じ完成10年の冬、綾子は宮城郡の塩釜神社にもう出ており、寄港文として塩釜までを表している。これを江戸の父平助に送ったところ、村田春海に見せたという知らせが届き、綾子は大いに恥じ入っているが、 瞬間より思いがけない賞賛を受け、そぞろに嬉しきこと限りなかりきとの感想を漏らしている。また、完成11年には、結婚からこの年までの日記分、道の国日記が成立した。工藤家では、弟原子郎が、陽君伊達収集の貢献役であった、堀田正厚の信頼を獲得するまでに、成長していたが、完成12年12月10日、父平助が病没した。 67歳であった。工藤家は、平助の長患らいのために困窮し、頼り借金をするまでになっていた。当時の日本蘭学会の中心人物となっていた、大月玄卓が、生前の平助に恩義を感じ、五始末を含め援助をしてくれていたが、工藤家の往年の流星は見る影もなくなっていた。平助の没した翌今和元年、玄士郎は家督を継いで万位となり、 今日は2年には禁じを兼ねた。豪氏は、福井藩藩主、松平春吉の奥勤めに上がり、後に、仙台藩位中目家にとつぐこととなる末の妹、照子もしばらく方向に出た。なお、仙台での生活は7人内死5人の友を召し連れて、歩く身分であり、自らも金銭に手を触れたことはないが異職人は何ら、不自由しなかったことを記している。 しかし、綾子は、世の人の悩み、苦しみを自分自身に引きつけて考え、苦悩する性分であった。大高森より見た、松島の風景譜、ただの雪吉は、もともと書を読むのを好み、監視文や洋曲など、風雅の道もたしなんだ人で、妻となった綾子が、当時の女性としては、珍しい環境で育ち、 文章力や記憶力に優れていることをよく察して、昔語り書き留めよ書き留めよとあや子に進めた。夫が不在の時など、彼女は和歌を読み、松島、塩釜、七ヶ浜などをめぐり、上述の道の国日記、塩釜まうでのほか、松島の道の木や磯汁火など多くの優れた気候を書き綴った。また、後年の昔話や欧州話には、 養子に出た、雪吉の三人の弟たちから聞き書きした話が見られ、これらには、彼らや彼らの養父たちが体験したり見聞した、大内法各地の怪異団が多い。このことは、あや子が、聞き手としても優れた資質を持っていたことを裏付ける。さねかずらの号は、テルコが方向に上がる時、工藤家の家督を継いだ、原子郎元助が妹テルコ宛てに読んだ次の歌に、 触発されてのようである。斧が、地の匂う秋野の,の七種も、炉の恵みは変わらざりけりかいは、秋野七草が等しく炉の恵みを受けているように、七人の、兄弟も等しく両親の慈愛を受けた身であることを、忘れずに努めに励めというもので、これを後で聞いた、綾子も深く賛同し、兄弟それぞれを七草に例えて、原子郎に書き送った。自らは、歯広く、 腹からを差し負うは、この上にも似つかわしとして、サネカズラとした。以後、残った四人の兄弟は、互いに、サネカズラ、オバナ、ハギ、ナデコの名を手紙などに書くようになったという。ケイシの長男が江戸に赴き、その弟が、養子に出て、家の中で語り合う家族がいなくなると、サネカズラは孤独感が次第に募るようになり、亡き父の姿を夢に見。 故郷を忍ぶことが多くなる。父、工藤平介の死後、平介の先見性や業績が報われないことに対し、サネカズラは葛藤と焦燥の念を感じていた。独行によれば、物書きにふさわしい人格を形成していくための修行として、自ら一人心を責め続けた後、サネカズラは、心がふと抜け上がって、地を離れるような感覚を覚え、その時、 物の極まりが一度に分かったと直感する体験をした。それ以後、一人えましく、楽しく心の身体自由になったとして、心が解き放たれたのであった。サネカズラは、この体験を、江戸の弟原子郎に、書簡で記したことがある。原子郎は、それに対し、仏教でいう、悟りではないかと答えた。これは、サネカズラの気持ちを大いに慰め、勇気づけた。 父の死から7年後、文化4年12月6日、弟原子郎が突然死去した。江戸に風が大流行し、藩主の重要な縁石である、堀田正厚夫人も罹患したので、原子郎は常にその傍らにいて看病した。夫人はその甲斐なく亡くなっている。孔子ともに多くの患者を抱えていた原子郎は、休まず、看過を回って診療した挙句、自らも、 体調を著しく衰弱させてしまったのであった。わずか三十四歳であった。サネカズラは、自らの良き理解者でもある大切な弟を亡くし、また、原子郎を盛り立てる一心で、自ら江戸から仙台に貸したことが虚しくなったと、悲しんだ。サネカズラは、人しからむ人しなき世に、心を知る、我が弟君を読みにやりつるの歌を読んでいる。残された、 姉妹三人はそれぞれ原子炉を痛む和歌を送り交わしている。これで、工藤家は後継ぎが絶えたので、母方の重帝、桑原隆史朝女足の次男でまだ幼い菅治が、養子に入り、後に工藤周安政教を名乗ることとなった。男兄弟がいなくなったとはいえ、未婚の女子も、ある以上、婿養子という形の相続もあり得たが、 桑原女足の思惑に押し切られる形で話が進んだ。女足はまた、工藤家の大切な家財道具や防腐平助の貴重な蔵書を家人がいる前で売り払ってしまったので、それを知り心を痛めた。文化五年、彼女は、原子郎の一周期に、儒教への憤満を込めた歌を読んでいる。当人の付けしよもにいはを追いながら、春かけ君道をたどらざりつる原子郎が、 論語に記された、人をもく道通しの言葉を守って誠実に生きたにも、かかわらず、報われることなく、孔子の教えに従ったために帰って、死を早めてしまったとの思いからであった。彼女が、元織の利長の、古事記伝を読んだのもこの頃であった。文化七年には、末の妹、テルコを仙台に呼び寄せ、中目家に嫁がせている。文化八年の冬、かねてより、 ゴーシとテルコが母の人柄などよく覚えていないと嘆き合っていたことを知り、江戸で奥務めをしているゴーシに宛てて母の思い出を知るそうと昔話の執筆を開始した。これはサネカズラの代表作の一つに数えられている。読み手として妹を想定して書かれているため、肩の力の抜いた俗文体となっており、交互も多用されている。サネカズラは、 文を書き留めておく際、当時の教養ある女性のほとんどがそうであったように、当初は王朝時代の文体に反を取った、義古文による表現を採用していた。しかし、自らの心を慰めるため、嘘偽りのない自分の思いを素直に表していくうち、義古文の限界に気づき、写実的な文体を徐々に体得していったようである。こうして、写実的な文章が、 サネカズラの自己実現の手段となり、目的ともなっていった。昔話巻き語を執筆しているさなか、サネカズラ50歳の時、江戸詰めとなっていた夫、ただの幸吉が急死した。文化9年4月21日のことであった。不報を受けたのは、彼女が妹、テルコの子、藤平の誕生日祝いに、仙台城下の中目家宅に招待され、二泊して戻って、 来た直後であった。あまりの急な出来事で受け入れがたく、その実感が、何のゆえとも湧きがたしという状態であったという。やがて、五日六日ありて思い巡らすに、各聞き伝子ことの昔語りを、書き留めよ書き留めよと常に言われしを、世の技にかまけて、かしきにしを、今は亡き人のたむけにもと思いなりて、書きとうるに名もむ。昔話に記載された。 妖怪、三好吉ゆかりの太平山、三吉神社数日して、平成を取り戻すと、それ以後は、夫の供養のため、また、夫の生前の、書き留めよの言葉に報いるために書き続ける。この前後、昔話の記述に、夫の縁者の聞き書きが多いのも、通しの恩でのことと、考えられる。この仙台や王にまつわる多くの話は、後に、欧州話の原型となった。 さらに、末の妹テルコもほど亡くして亡くなったようである。テルコの幼い時から母代わりで育てた彼女で、会っただけに大きな痛手であったと思われる。テルコの死の少し後、兄弟でただ一人残った、ゴーシは、仕えていた低姫が、文化9年12月6日に没したため、30歳過ぎで、低発した。随生員となった、ゴー氏は、七草の萩に例えて、 萩にと称した。昔話は文化9年中に成立と考えられている。その後、サネカズラは兄弟の思い出を綴った七草の例えを書き始め、これは文化12年頃に成立したものと考えられる。サネカズラが江戸の国学者、清水浜を見に花文の添削指導を受けた形跡が今もただの木に伝わっているが、これは この頃の出来事であったろうと考えられる。歌人としてのサネカズラを、道の区のあや子として知る人も現れ、旅の、道すがらわざわざ彼女の元に立ち寄った人も現れた。次々に肉親を失い、書くことで自分を支えているかに見えたサネカズラであったが、駆動家の名を表すことが依然叶なわないことに対し、通切な思いがあり、さらに、 当時の心境として、何のために生まれいずらん。女一人の心として、世界の人の苦しみを助けたく思うことは、なしが滝の一番たるべし。善を歌てしく思うゆえに、昼夜や好き心もなく、苦しむぞ無益なり。と綴っている。十歳の時より、形成催眠の志を抱いていながら、その実現は最もなしがたいことであるという無力感に、打ちひしがれ。 何のために生まれてきたのかと自問自答し、自らの存在理由に強い疑問を覚えて苦しむ、姿がある。さらに、その苦しみのあまり、息の通わん限りは、この他にやむことあたわじ、長く生きてくるしまんよりは、息をとどむるぞ、苦を休むるの速やかなるべしと思いて、ひたすら死なんことを願いはべりし。という風うに、ひたすら死を願う心境にまでさねかずらは、 追い詰められたのであった。やがて、彼女は、自らの生涯を振り返って、世に出る決意をする。そのきっかけは、耐えぬか、ズラによれば、文化12年のある秋の一夜のことであった。大がして、風の頼りに、江戸のことを思い出し、一人生きる、身の味気なさを思いながら、浅い眠りについていると、どこからともなく、秋の夜の長き試しと弾く、くずのという歌が聞こえた。 これは、多年進行してきた完全音菩薩のおぼしめしでは、ないかと思った彼女は、下の句の付け方によって、自己の生涯を占う、おも大事になると考え、夢のさめ際に、歌の終わりを、生製に栄えんにしようと思いついた。目覚めた後に懸命に考え、下の句を、絶えぬかずらは、生製に栄えんとすることを決めた。こうして、秋の夜の長き試しと弾く。 クズの絶えぬかズラは、生成に境の歌が完成した。神秘的な体験はもう一度起こった。この後、不動村にこもった夏の日の夜、眠気を模様しながら、カゴの中のホタルを眺めていると、光あるみこそ苦しき思い慣れの言葉が聞こえた。彼女は、これを、不動村の啓示と受け止めて、下の句をつけ、光あるみこそ苦しき思い慣れように現れん時を待つ。 マワの歌を完成させた。サネカズラは、二つの赤を力として、さらば心に米しことともを書き記るサバヤと思い立つ。水望した、実格動家の名を挙げるため、無意識化に沈潜させていた自ら世に出ようという、自己実現の望みが、甲骨状態の中で意識におぼったものと見られる。文化13年、あやしの筆の跡を表すと、それを最後に、 今まで書き溜めていた歌や文をまとめて作品集とし、サネカズラが原と名付けた。試作の書、独行は文化12年により書き始め、文化14年12月1日に3巻の書に完成させた。独行末尾には文化14年12月1日55歳にて、シルスアヤコことサネカズラの署名がある。翌文政元年12月には、 独行に自ら序を書いている。序は、これ書きすべて、検体の心なく、過言がちなり、そのゆえは、身を下り、過ぎたることを、糸府は、世にある人の上なりけりから書き始めており、この書が、謙虚で、へり下った文体では書かれておらず、言い過ぎているところが多いことを率直に認め、その理由として、出過ぎることなく、謙譲の姿勢を示すのは、 この世に生きる人の都合によるものだと説明する。続けて、自分が35歳を生涯の終わりと決めて、道のく仙台の地に下ったのは、これが死での道との覚悟あってのことなのだから、自分の心情のわからない他人から、どのようなそしりを受けようと痛くもかゆくもない。また、この書を憎み誹謗する人は恐るるに足りない。我が国の人々が、自己の利益のみに行き、 異国の脅威に思いを寄せることもなく、国の浪費についても無関心で、自身のためにのみ金に狂って争っている様が、自分には嘆かわしいのであって、そのために、自分が人に憎まれるのは元より承知のことであり、これをわきまえて心して読んでほしいと綴り、本書を執筆する意図を宣言している。読考は、西方ではなく、天地の間の表紙に、人間の生き方を見出す。 独創的な宇宙論を展開し、鋭い洞察力で、当時の経済至上主義的な風潮を批判し、また、男尊女卑の考えを伴う儒教にも批判を加え、無学無法なる女心より、性の法を推草をしてみたいと述べて、女の闘争を宣言した。また、ロシアの婚姻制度にも触れ、本人の自由意志と相互の合意に基づくものとして、称えている。 文政2年2月下旬、サネカズラは、次書、読稿と、手紙、タバ、オサムを、江戸在住の妹、ハギニに託し、当時最大の人気作家である、極定バキンに届けさせた。内容は添作と出版の依頼であった。下作者であるバキンを頼ったのは、と、はずがたりによれば、この文をかかる人に見せよと、不動尊のお示しがあったからだとされる。しかし、 五十三歳の馬琴は、宛先が、馬琴様とのみあること、差出人も、道のくのさねかずらと記すだけで身元なども書かれていない、手紙に起こった。ところが、馬琴は、独行を一読してみて、婦女子に敗と逃げなき経済の上を論絶しは、紫女、清氏にも立ちまさりて、男魂あると、当時の女性の分としては希少なことに、終身や成果、 遅刻を論じた、形成催眠の書であることに簡単し、従来そうしてきたように直ちに添削依頼を拒絶するのではなく、差し当たって、下作者としての筆名を、新書の宛名としたこと、身元なども説明しないままに添削等を頼むことは、比例に当たらないかという質問の返事を書いて、裁縫した萩にに託した。彼女は、馬金の返事を受けるや、素直に比例を謝罪し、 自らの身分や、独考執筆の動機などを綴った手紙や、七種の、例えなどの作品を送った。これらは、昔話や、と、はず語りとして馬金編著独考世論に収載されている。サネカズラの示した誠意と強純な態度に、馬金も満足し、また、自らも、武士出身である馬金は、彼女の工藤家を思う心情にも共感して、以後、 ハギにを仲介者として、サネカズラとの文通を続けた。バキンからの手紙が、サネカズラの元に届いたのは、約1ヶ月後の3月末頃であった。その手紙は、家を継ぐべき弟を二人ともなくし、血縁者としては、ハギにしか残されていない、彼女の境遇に、いかなる間がつ神の技にや、意痛ましくこそ思い立てまつれと心から同情し、サネカズラとはにの姉妹が、 父、平助やそのせいか長いの名を表すために心を合わせていることを、誰かは感じたてまつらざるべきと感嘆し、さらに、おうなにして、王のこだましいましますなるべしつまり、老女でありながら、男子の魂を持っているとさねかずららを称賛している。ただし、独行には、体制批判や抗議、朝廷に対する批判など、当時の近畿に触れる箇所もあり、また、 当時の出版事情から言っても全てを出版できるか、どうかは、難しいと述べ、しかし、写本によって後世に伝える方法もあると述べ、さらに、そのためにも、独庫の一部を、自らの随筆、言動を方言に乗せて、彼女の名を世に広める一助にしたい旨が記されていた。末尾には、馬金作の短歌二首まで添えられており、好意的と言って良い内容であった。気候文。 磯津田日の舞台七ヶ浜南岸の現在、高山外国人秘書地と小豆浜サーフスポット。サネカズラは自分の名を広めた方が良いというのならばと、仙台での聞き書きをまとめた、欧州話と前年の8月に表した、宮城郡七ヶ浜を旅した時の寄稿文、磯津田日を馬金のもとに届けさせている。馬金とサネカズラの交流は、こうして続いたが、 サネカズラがそれとなく、光悦を催促する手紙を送ると、バキンは一転して、態度を硬化させ、独行のほとんど全てに徹底した反駁を加えた、独行論を書き、手元に置いていた、独行と共にサネカズラに送りつけて絶好した。バキンは20日ほども費やして、独行を超える量の、独行論を書き上げた。文政2年11月24日のことであった。 これに対し、サネカズラは、霊物と共に低調な霊状をしたためて送り、翌文政三年二月、馬キにより霊状を送られて、返霊の書簡を送った後、互いに手紙のやり取りは途絶えた。こうして、二人の交流は、約一年で終わった。この後の彼女については、よくわかっていない。異国より蛇法密かに渡し、年経て諸人に及び主考え通称。 キリシタン公はバキンとの文通が終わった後に執筆されたものと推定される。ただのサネカズラの母体、寺松恩寺の三門。三門は、若林城からの移築と伝えられる。文政8年6月26日、工藤綾子ことただのサネカズラは、仙台で没した。去年63。墓は、仙台市若林区の松根寺にある。 墓碑にはと刻まれており、その右側には、1933年8月の、改層に際して、彼女の業績を称える、北起人らによる碑文の記された石碑が立っている。なお、この改層の時、執筆時に愛用した彼女のメガネが発見されたという。サネカズラの死に際して、ただ一人一の繋がった肉親である妹のハギにから、とぐらいの歌が五首送られた。 ただのサネカズラの作品は多く、特に昔話は率直で、基地に富んだ、長大な随筆であり、小説家、長井道子は、サネカズラを、江戸の清少納言と評している。また、極低馬金との交流のもととなった著作、独孤は、論点が多岐にわたり、鋭い社会批判を含んでいることで注目される。随筆。 随想気公文日記伝説物語評論その他、超過十二種、単価百六十四尾がある。サネカズラは、幼少の頃、江戸で、女先生として、有名だった、カダノ倉庫に、和歌の指導を受けたことがあり、また、村田春海の弟子で、宇都ほ物語の研究者であった、江戸の清水浜臣からも添削指導を受けている。直接の門人ではないが、警符としては、 鴨のノ淵の周辺に位置づけられる。歌集はないが、気候文や随筆の中に、多くの和歌が収載されており、手紙にも和歌はよく添えられた。さねかずらが、原地の巻には、故郷を思う長歌、身を嘆く、歌並みに言葉、住役人を思う、名ごうた、真月日を嘆く歌など長歌、短歌を中心にした8作品が収められている。 短冊などの形で実質のものも伝わっており、今夏ただの家に所蔵されている。道の国記より、磯津多日より、永宗南三禅寺とは、夫、ただの幸吉のみならずサネカズラ自身も信仰があった。次に示すのはサネカズラによる数少ない漢詞である。春日山寺氏の内容は、禅寺との交流を思わせるものとなっている。ただのサネカズラと交流を持ち、独行を。 徹底的に批判した一方で、ことあるごとに、彼女の人となりに言及し、その名を広めたのは、極低罰金であった。罰金の著作物を通じて、サネカズラの名は、古くから知られていたが、サネカズラの著作は、江戸、明治の領時代を通じて刊行されなかったこともあり、明治以降もサネカズラに言及した著作が見られるものの、断片的ないし不正確な言及にとどまり、 サネカズラの著作によらないものが多い。サネカズラの代表作である、独行も、馬金の筆者に由来する、独行小録が、写本の形で伝わっただけであり、完全な形では残っていなかったので、その全貌を把握することが困難だったものと、考えられる。ただし、宮城県中新田町のただの木には、本来の、独行の走行に当たると考えられる。 サネカズラ自筆本の写し、一人考えが伝わっていた。しかし、一人考えは、大正年間に、観光のため東京の出版社に運んでいたものが、関東大震災の際、消失してしまった。資料によりながら、サネカズラの生涯全体を描いたものが現れるのは、郷土研究の盛んになった、昭和期に入ってからであり、仙台郷土研究に所集された。 小倉博ひの、ただのさねかずらがその講師と考えられる。1936年、中山秀子は、さねかずらの生涯をたどった本格的な伝記、ただのさねかずらを、丸前仙台視点より出版した。彼女の代表的な著作を紹介、論評するとともに、末尾に関東大震災で失われた、一人考えの写しを、本国掲載している。その中で、 中山はサネカズラを、女性解放の先駆者、日本女性の機関と評価している。なお、戦前のサネカズラ研究では、前景二書のほか、白柳周子が、水性的婦人の比較観察女流経済論者、工藤彩子、及び、天命の大飢金と、工藤彩子を表しており、経済論者としてのサネカズラが紹介されている。戦後のサネ研究を切り開いたのは、 芝慶子であった。芝は、1969年、江戸時代の女性の著作を広く少量して、江戸時代の女たちを観光した。その中で、芝は、サネカズラを、哲学者であり、思想家であり、社会改良家であるとしている。なお、芝は、朝日日本歴史人物辞典の、ただのサネカズラを執筆しており、サネカズラは、 体系的な学問をしたわけではないが、国学、儒学、蘭学などの上に、独自の思想を築いていったと知るし、独行については、偏りもあるが、江戸期の女性の手になる、社会批判書であり、女性解放を叫ぶ書として評価できようとしている。1975年、宮沢民子は、歴史学研究に、論文、爆藩性解体期における一女性の社会批判、 1987年、鈴木米子は、日本文学に、論文、反サネカズラ論を寄稿しており、サネカズラへの関心が一層広がり、研究の深まりを見た。1977年に刊行された、人物日本の女性史十江土器女性の生き方には、杉本園子が、滝沢道と、ただのサネカズラを、一般向けに執筆しており、その中では、サネカズラを、 文明批評家として紹介している。今日、多様な視点からのサメカズラ像の構築が試みられている。鈴木米子は、肉体の思想という概念を用いて、独子を評価し、本田和子は、昔話について、父に憧れつつも一体化し得なかった娘の、二重三重の、鬱屈に支えられた愛の物語という解釈を示している。 本田はまた、昔話に見える、奥面もなく、繰り返される父親参加について、これは、紛れもなく、類まれなファーザーコンプレックスの文章ではないかと、述べる。また、大口雄二郎は、サネカズラは、両性の肉体の再生を確認することを通じて、最地の面における両性の対等な関係を主張、したと指摘している。 近年のサネカズラ研究の広がりは、1994年の鈴木米子皇帝、ただのサネカズラ州の観光によるところが大きい。サネカズラの著作のほとんどが収集、本国されており、皇帝者による、解題には、ただのサネカズラの生涯が簡潔にまとめられ、また、個々の作品について、定本の出所を含めた紹介がなされている。角玲子は、 毎日出版文化賞を受賞した1998年の、江戸女流文学の発見から光あるみこそ苦しき、思い慣れの中で、井上通女、大木町町子、荒木田霊女と共に、孤独な挑戦者、ただのサネカズラに一章を設け、文学者としてのただのサネカズラについて論じている。また、常述のキリシタン勾配ただのマクズ、レート徳川ウーマンズ・ウォーニングスにおいて、 筆者のベチーナ・グラムリック・オカは、サメカズラを、ポエットフィロソファーとして、冒頭で紹介している。伝記としては、蒸気の他に、などがあり、文学作品としては、がある。また、ベチーナ・グラムリック・オカによる評伝としては、2006年の、シンキング・ライク・エーマンがある。ありがとうございます。